さんこんにちは、さよ旅のさよです。新年明けましておめでとうございます。2024年始まりましたということで、今年もどうぞよろしくお願いいたします。新年1本目の動画はご挨拶の動画なんですけれども、ちょっとしたサプライズも持ってきたので、ぜひ最後までご覧ください。皆さん新年いかがお過ごしですか？さよ旅はですね、例年のごとく編集に追われている。まあ、お餅を食べて編集をし、ぐうたらね編集をしみたいな、例年通りの正月を送りそうな予感なんですけれども、新年って何か新しいことをしたいとか、2024年1月1日本日はですね、一粒万倍日とすごい縁起のいいものが一挙に重なったとってもスペシャルな日なんですよ。1月1日付近に必ず毎年やってることがありまして、それは頭の中の思いつく限りのやりたいこと、欲しいもの、手に入れたい未来、まあ手に入れたい未来っていうか、私のなんか未来の予定みたいな感覚で、やりたいことやらそういったものを全部書き連ねるんです。できれば100個ぐらい、ババ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 ーと、もうひたすらもう思いついたものを、こんなもの思ってもいいのかなみたいなものも OK ってことにして、頭から湧き上がってきたものをひたすらに書き連ねるというね、まあ、そういったことをしています。そうすると、なんかこう今日から始まる新年2024年がよりワクワクするというか、ああこんなこともできたら最高だなとか、うわこれできたら本当に幸せだろうなみたいな、こう未来の予定といった感じで立ててしまう。まあ、そんなことをね、この年始にやっていることが多いです。そうすることで、やってやったぞっていう気分にもなるし、今年も一年、楽しく頑張って生きていこうみたいな活力にもなるので、超おすすめです。しかも、一年後、今年だったら、大晦日であったりとか、ちょっと気が早いですけれど、何か節目節目の時に見返してみると意外と叶ってたりとかして、言霊とかさよく言いますけど、やっぱ頭に思い浮かんだことって実行できることが多い気がするんですよ。そういう風にやってみると、よりねこう充実した2024年が送れるんじゃないかなと思うので、ぜひ100個はちょっと思いつかないと思ったとしても、思いつく限りのことを書いてみるといいんじゃないかなと思います。皆さんの今年の抱負ややりたいこと、もしよかったらさよ旅にもシェアしてください。私はね、もっともっと行っていない国、世界中回りたいんですよ。例えばスペインとかポルトガル、ネパール、ブータン、カンボジア、トルコとかも行きたいですし、南アフリカとかも、私アフリカ一度も行ったことがないので行ってみたいなっていう思いとね、ちょっと冒険心をくすぐられますよね。あとは寒いのがそんなに得意ではないので、今すぐ暖かい国に行きたいなとか、そうそう、フィジーとかモルディブとかスリランカなんかも行きたいなって温めております。あとはここではまだ言わないんですけれども、あれが欲しいとかこれが欲しいとか、死ぬまでには手に入れてみたいとか、さよ旅は基本的にミニマリストなので、お買い物は娯楽ではなくて大イベントなんですよ。でもそのお買い物もただ物を手に入れるっていう行為っていう感じではなくて、そのお買い物の体験丸ごと自分のなんか経験とか体験にしたいので、そういった意味も込めて、まあ、手に入れたい品物の数々はあるんですけれども、それはまた今年万が一手に入れることができたら動画でね、開封やらシェアしていきたいと思いますので、ね、どんな素敵なものに今年は出会えるんでしょうか。物だけではなくて、まだ見ぬ景色とか、あとは体験とか経験とか、そういったね、そういうための心が踊った物事の数々を今年もいっぱいこちらのチャンネルでシェアしていきたいと思いますので、ぜひ皆様、さよ旅を愛してください。そして、もうすでにさよ旅のこと大好きだよっていう方は、お友達、家族、ご兄弟、あとはお子様とか、お母様、お父様、ぜひたくさんの方々にシェアしていただけるととっても嬉しいです。さよ旅はまだまだやりたいこともたくさんありますし、どん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 大きくなっていきたいので、ぜひ皆さんのお力添えをいただけるとますます励みになりますので、まだチャンネル登録してないけどいつも見てるよ、そんな方はぜひ今のうちにチャンネル登録をしていただけますと、とっても直接的に心にね、響きますし、嬉しさ倍増するので、ぜひよろしくお願いいたします。そして
してそして、ここで冒頭にねちょびっとだけお話ししたプチサプライズなんですけれども、本日1月1日の元旦からさよたびの新年企画といたしまして、三が日毎日投稿させていただきます。毎日お会いしましょう三が日ということで、本日はね新年のご挨拶の動画なわけなんですけれども、明日と明後日と、旅の動画であったり、あとはねさよたびフリークの皆様がきっとお好きなこのデザインかも出しちゃおうかと思ってますので、お楽しみにしていただけたらと思います。行き先はどこでしょう、どこに行った動画なのでしょうか。ぜひ予想をねコメント欄に書いておいてくださいませ。私コメントはすべて目を通してまして、いいねもね自分でつけております。でコメントの返信に関しては今まで通りさよたびのごひいきさんメンバーの方限定で返信してますので、もっともっとコアにさよたびを応援したいと思ってくださる方は、新年のこの機会にぜひさよたびのメンバーシップの方もチェックしていただけたらとっても嬉しいです。さあさあ、つい嬉しくていっぱいおしゃべりをしてしまったわけなんですけれども、新年のご挨拶ここら辺で締めさせていただきたいと思います。2024年今年もさよたびに関わってくださる皆様、さよたびを愛して見てくださっている皆様にいいことがいっぱい起こりますようにという愛を込めて、今日の動画おしまいにします。最後まで見ていただきありがとうございました。今年も楽しんでいこうと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。2023年もたくさん世界中飛んできましたので、ぜひ年末年始外に出かけるの嫌だっていう方は、手のひらでさよたび世界旅行をたくさん楽しんでいただけたら嬉しいです。それではまた次のビデオでお会いしましょう。また明日、バイバーイ。